なみに地雷は桁違いの威力を持っていますが、ちなみに化学プラントにマウスオーバーして H キーを押すと再現性あり、ファクトリオスペースエイジを攻略パート6。今回も前回に引き続き視聴者さんからのリクエストにお答えシリーズ第4弾、誰でもモッドなしデフォルト設定でファクトリオスペースエイジを攻略する方法について解説します。前回の動画を振り返ると、原油を石油ガスに生成する工場を建設して赤基板の製造ラインを作って、足りなくなった銅板の生産量を倍増させました。今回はこの続編ということで、青サイエンスパックによる研究を始めて、とても複雑な石油、軽油と重油の生成プラントをレイアウトして、威力抜群で低コストな地雷でファイターの集落を破壊していきます。ここだけ見たいという方は概要欄の目次をクリックしてください。それでは本編スタートです。ぜひ最後までご覧ください。チャプター1、青サイエンスパックによる研究の開始。ロケットサイロのアンロックに必要な最後のサイエンスパック、青サイエンスパックの生産を始めます。青サイエンスパックの材料にはエンジンが含まれており、鉄板と鋼材がたくさん必要です。エピローグとダイジェストもご覧いただいている方はお気づきかもしれませんが、前回と今回の動画の間に鉄板と鋼材の生産ラインを石の炉から鋼鉄の炉にアップグレードしています。鉄板と鋼材の十分な生産量が得られたので、青サイエンスパック工場の建設スタートです。まず鉄の歯車、パイプと鋼材を運んでいるこの搬送ベルトをダダッと延長して、組み立て機にを上下に12台ずつ設置して、間に搬送ベルトを通します。上側にはエンジンユニットをレシピ設定、下側には化学サイエンスパックをレシピ設定しましょう。硫黄の製造ラインを引っ張ってきて、発電基板、赤基板を高速インサーターで合流させて、化学サイエンスパック工場に接続します。次にインサーターとロングアームインサーターをこんな感じにセットします。ちなみにエンジンユニットを直接青サイエンスパック工場に搬入することで、搬送ベルト1本分の敷地を節約できるので、工場レイアウトがすっきりしておすすめです。最後に青サイエンスパックが搬出される搬送ベルトを研究所に接続すれば完成です。工場のアイドルタイムができないようバッファーを作るのを忘れずに。青サイエンスパックで研究すべきテクノロジーは、とにもかくにも建設ロボット工学です。まずは建設ロボット工学を最短コースでアンロックするように研究予約をしていきましょう。ロボット移動速度1と2がないと建設ロボットが遅すぎて使い物にならないので、ここで一緒に研究予約に入れておきます。チャプター2、発展的な原油加工のレイアウト。研究を進めている間に建設ロボットの製造に必要な潤滑油の生産を始めます。潤滑油の元となる重油は発展的な原油加工で作るのですが、5つの流体を取り扱うため、最初の惑星ナウビスで最もレイアウトが難しいです。そこで今回は1つのパイプに3つの流体を流すテクニックを用いたレイアウトをご紹介します。まず原油生成所のレシピ設定を発展的な原油加工に変更して、近場にボイラーがありましたのでボイラーから水を引いてきます。出力側のパイプが1本しかなく軽油が入っているため、重油と石油の生産過剰となり原油生成所は止まってしまいます。これを解消するために、まず軽油にフィルタ設定をしたポンプをこのように設置すると、軽油が一番右側の貯蔵タンクに流れ込み、パイプラインに残った重油をタンクに排出するように、重油にフィルタ設定したポンプをこのように設置すると、重油がパイプラインから排出され、1本のパイプで3つの流体を取り扱えるようになります。ただし
このまま放っておくと、特に軽油が貯蔵タンクいっぱいになって、いずれ原油生成が止まります。これを解消するため、まず化学プラントを横に並べます。うち2台は重油から軽油に分解2レシピ設定、残りは軽油から石油ガスに分解2レシピ設定して、それぞれパイプラインを接続します。ちなみに化学プラントにマウスオーバーして H キーを押すと、左右の向きを変えられるので小スペースでレイアウトできます。次にレッドケーブルで化学プラント、貯蔵タンク、原油精製所を接続して、原油精製所には石油ガス小なり2万と設定、重油から軽油に分解には重油小なり2万と設定、軽油から重油に分解には軽油小なり2万と設定して完成です。ちょっと設定するのが大変ですが、これで原油精製がほとんど止まらなくなります。チャプター3、ロボステと貯蔵チェストの準備。ここで建設ロボットの運用に欠かせないロボットステーションと貯蔵チェストを作っておきます。まずこんな感じで組み立て機を設置して、鋼鉄製のチェストと貯蔵チェストにレシピ設定します。出来上がったら貯蔵チェストを設置してフィルタ設定をしておきます。作りすぎを防止するための回路設定も忘れずにしておきましょう。次に貯蔵チェストの工場をシフトを押しながらコピーして、パラメータを貯蔵チェストからロボットステーションに変更してゴーストを貼り付け、足りないインサーターなども含めて実際にアイテムを設置すれば完成です。貯蔵チェストのフィルタ設定やインサーターの回路設定がそのまま引き継がれるので便利です。ちなみにここで貯蔵チェストにフィルタ設定をしておかないとアイテムでいっぱいになって生産できないなどの不都合が生じます。ちょっと手間ですが、漏れなくフィルタ設定をしておきましょう。チャプター4、硫酸と電池の生産プラント。ロボット生産の最後の材料、硫酸と電池を作ります。まず鉄板と銅板を1本の搬送ベルトで運んできます。次に化学プラント6台を設置、2台を硫酸に、残り4台を電池にレシピ設定をします。最後にインサーターをこんな感じに設置してパイプラインを接続すれば完成です。後ほど青木板やウラン鉱石の採掘にも使えますので、硫酸の生産量が多めのレイアウトにしています。チャプター5、建設ロボットの生産。電池の生産により必要な素材が全て集まりましたので、建設ロボットの生産を始めましょう。まず組み立て機24台をこんな感じで並べて、エンジンユニット、電気エンジンユニット、ロボットフレームにレシピ設定をします。次に化学プラントと貯蔵タンクを設置して、原油精製工場からパイプラインで重油を引き込んできます。最後にこんな感じで搬送ベルトを敷設してインサーターを設置して、潤滑油をパイプで運び込めばロボットフレーム工場の完成です。生産が止まらないようにこのようにチェストを設置しておきましょう。組み立て機をこんな感じでセットすれば建設ロボットが作れます。また出来上がった建設ロボットは直接ロボットステーションに投入するのが便利です。ロボステとインサーターをレッドケーブルでつないで、ロボステのロボットの統計を読み込むにチェックをして、インサーターに小なり1500と設定すれば、建設ロボットを1500台以上作らなくなるので作りすぎを防げます。チャプター6、地雷によるバイターの巣の駆除。ここでマップをチェックしてみると、そろそろバイターの巣に汚染が到達しそうです。進化係数が 40% を超えてくるとバイターの巣の耐久力が1000近くなり、もうグレネードでは歯が立ちません。そこで地雷の出番です。まず地雷の建設計画をこんな感じでゴーストで設置して、組み立て機を設置して搬送ベルトで鋼材と爆薬を運んで、
最後に貯蔵チェストとインサーターを設置すれば完成です。今後地雷は1万個以上大量に使いますので、チェストの上限設定をする必要はありません。それでは地雷を持って出陣です。バイターの巣は遠いので自動車に乗って向かいましょう。バイターの巣に近づいたら車から降りて深呼吸。おとりの地雷を設置しながらバイターの巣に近づき、アームやバイターの巣の近くに地雷を埋設すると、あっという間にバイターの集落を駆除できます。他のバイターの集落も同じように地雷でどんどん破壊していきましょう。ちなみに地雷は桁違いの威力を持っていますが、鋼材1つと爆薬2つで4つも製造できて超低コスト。ケチケチしないでどんどん埋設しちゃいましょう。今日はここまで。今回の動画はいかがでしたでしょうか。なるほどとか面白いと思ったテクニックはいくつ見つけられましたでしょうか。動画制作の励みになりますので、ぜひコメント欄で教えてください。またファクトリオで遊んでみようかなとか、もっとこうしたらうまくいくんじゃないかななど、少しでも皆さんの気づきになることをご紹介できていればとても嬉しいです。この動画でお知らせできなかったテクニックはショート動画でもご紹介しています。もしよろしければ再生リストからご視聴ください。この動画が参考になりましたら嬉しいです。ぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。皆さんも試してみてね。